はい、こんにちは、カコタスです。ご視聴ありがとうございます。本日も昼のトークやらせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはですね、今日水曜日なので、まあお知らせ更新、まあ月末もね、あれなのでフェスの情報が解禁されるかと思いますが、どうなるでしょうかね。はい、ショップのね、ある内容を見て、昨日の小戸さんの朝トークでもね、お話しされてましたけども、ロベルト・レヴィンっていうのがね、直近出ていないキャラクターにもかかわらず、ラインナップ含まれているというところがあるんで、最近の傾向だと、あの辺からどうでしょう、出るんでしょうかね、というところ。どうなんだろう。ロベルト、出るとすると、なんだろう、代表、まあ、あとはね、サンパウロっていうのが今まで出てますから、その辺になるんでしょうかね。それとも、どうなんだろう。まあ、さすがにね、ネクストドリームでね、直近出てきましたけども、その枠って何かってことはないとは思うんですけどね。はい、なんか意表をついて、ネクストドリームとかね、出てきてもあれですけども。ただ、所属ないですからね。はい。まあ、レヴィンはでも、超フェスで出てますからね。6月の末か。さすがに、このタイミングでフェスが3ヶ月でね、出てくるとは思わないので、まあ、単純にピックアップだからなのかね、ちょっとわかんないですけども、はい。情報は楽しみにしたいなと。で、いろいろ、直近いろいろ見てて気づいた、まあ、勘違いじゃなければなんですけども、フェスってネクストドリーム選手出てますよね。で、ドリコレってネクストドリーム出てないような気がするんですよね。クラブ選手も、元々の所属のものだったりが多いなという印象なので、なんかそこら辺は分けてるんですかね。ドリコレでネクストドリーム枠って今までいたかな？ちょっとパッと思いつかないんで、もし、該当のね、キャラクターいたら教えてもらいたいなっていうのはあるんですけども、どうでしょうかね。はい。で、連盟対抗戦が、あと、今日のね、更新をもって、最終戦になるんですよね。あ、違う、あと1回今日、水曜でしょ水だ、木。あ、あと 2回あるのか。はい。なので、まあもうちょっとね、ありますよと。あとは、メダル集め。どうでしょう。この辺は皆さん、やってますか？これね。はい。で、一応自分はもうコツコツ時間あるときに、ね、やって、一通り、今この辺は全部、交換できたのと、ここも、数量ね、限りであるものに関しては変えられました。こっちもね、メインどころは変えてますので、まあ、ほぼほぼ、これに関してはね、もういいかな、というところと、あとは、DCS の予選です。こちらも、あ、いろいろとやっていく中でね、ちょっとコメント、試合中いただいたりね、して、はい、非常に嬉しく思います。ありがとうございます。やっぱりね、何気なくやってますけども、ふとした時にコメントいただいたりするとね、なんか、あ、気合い入れなきゃみたいな、ありますので、ちょっとね、しっかりとやんないとなっていうのあるんですけども、まあ、7連勝してね、ある程度のポイント、ただね、全然ポイント伸びないっすね。で、いいところでやっぱり引き分けちゃったり負けちゃったりっていうのもあるんで、やっぱ7連勝っていうところがまず一つね、大変だなっていうのと、勝ってもね、ポイントは本当に2桁台のポイントっていうのも連発してたりしますので、まあなかなかやっぱりこう上位行かれてる方はすごいなというところはね、改めて感じております。まあこれはカップ戦同様にやっぱりこう RNG のところがね、自分ももちろん薄いの引くケースってのはありますけども、なんか一桁でね、抜かれる、弾かれる、一桁はさすがにね、っていうのはありますけどね。やっぱりこう、一桁の中でもね、4.2% で、その次に 5% って本当に連発とかするとね、ちょっと、ねえ、なんか、相手も、こう、例えばね、パスとかを 5% ぐらいで自分がこう抜かれちゃって、で、そのままシュート持ってかれて、
10% ぐらいで入れられちゃうと、ね、相手も何って感じでした。そういうのもあったりしますんで、なんかお互いこうね、しっくりこない、納得感ないっていうのが、やっぱり、低レギュレーションならではなのか、とはいえね、やっぱりこう確率っていうところなので、もちろんブレはあるのはね、理解してはいるものの、なんか非常に多く感じるなぁとは、改めてそこもね、思いました。はい。まあこの辺が今後どういう風に変わっていくのか、RNG の調整っていうところもね、まあまた今後進んでいくのかどうか、ね、ちょっとわかんないですけどもね。はい。まあ、その辺は見直し等々ね、してもらいたいなというところではありますけども、はい、合わせて、ランクマも、ほんと一日夢玉回収程度、ちょっとね、昨日忙しくて、全く手つけてないんですけども、まあ、勝率はね、散々です。月初がね、本当に負けが多すぎて、大変なことになっていたので、試合数もね、それなりに、こなしてはいるんですけども、全然伸びずっていうところでね、はい、苦戦しております。なあ、大変です。なあ、ほんと毎回スパスタ4をね、結構試合数も少なめで行かれてる方もね、結構いらっしゃいますからね、いや、すごいなあっていうふうにはね、思いますけども、うん、まあ自分はもう、ある程度こう、なんだろうな、好きなキャラクターとか、固めてね、いろいろやっていく中で、まあ、そこの結果勝てればいいなとはもちろんありますけども、難しいところでございます。はい。で、あと何かあったかな？お知らせ。あ、これね。これこれ。あ、コインガチャ？なんだこれ？これは、今気づきました。コインガチャの結果画面において一部選手のブラックボールが異なる選手のブラックボールとして表示されてしまった対象が、マルセイロが滝くん、ミーカムが若林くんになってる。ほう、そんなことがあったんですね。これ気づかないですよね。どっち、滝くんが出たら滝くんだと思っちゃいますもんね。はい。でもう一個ね、これはまあツイッターとかでもいろいろと、出されてる方も多かったですし、まあ連盟内でもグルチャとかでもね、ちょっと話題に出てましたけども、ネクストドリームの今回の1周年記念の井出保つプレゼントキャンペーンで。SP 交換と、ネクストドリーム選手交換メダルで対象選手を獲得したプレイヤーに、まあ、井出保つくんが、配布されていませんでしたというので、まあ、これ、不具合っていう形でね、出てますけども、多分不具合じゃなくて、後出しですよね。ちょっと自分は確認取れてないんですが、ツイッターでどうやら、これは含まれませんっていうふうに出てたらしいんですよね。まあ、これは鼓動戦って言ったのかな、昨日も。はい。すいません。で、まあ、そもそもツイッターでしか告知しないのもおかしいんですよね。全員がツイッターやってると思ったら、それは違うと思うので、アプリの中でね、しっかりとお知らせ告知っていうところは共通して、やっぱり出してほしいなと思いますけどね。で、ね、多分ツイッターを見てない方、やってない方っていうのもたくさんいらっしゃると思いますし、まあ自分自身もあまり、ツイッターってそんな活用正直してないので、まあそのお知らせすら気づいてないんですけども、うん、そこで出してますよって言われてもね、お知らせに出てないじゃんと思うんですよね。うん。なので、まあこれはまあ結果的に配布されますよっていうことにはなっていますけども、うん。不具合ではないような気はしますけどね。はい。ということで、メダル交換で、まあ、要は天井で獲得した選手でも一応、この後もらえるということになっていますと。はい。いうことでございます。はい。で、私個人としてはですね、キャラは実は取ってしまったんですよ。はい。トーマチェック見る前にガチャ回してしまってね、いやー、ちょっと、やっちゃったなってのあるんですけど、で、取ったからには、もう嫁りました。はい。マドリッチ。で、ほぼ使ってないんですけど、はい。あとは、ラムズですね。で、ラムズも、まあ、お相手の方がね、日本の選手多め、特に前線が多い場合に、たまに、こんな感じで入れようかな。まあ入れたり、はい、してますけども。
はい、と、こんな感じです。で、ナトゥレーザね、DCS の、まあ、低レギュレーションのね、S30 ですから、まあ、これだと比較的、エスパダスはね、やっぱクリティカル勝ってないと、ちょっと厳しい部分ありますが、それでもね、まあ、それなりに、まあ、一番点取ってくれてますね。はい。で、あとは、ミューラーがね、比較的抜けるかなと思っても、結構抜けないケースがあったりはしてますね。うん。あとは、最近ちょいちょい見かけるのが、ドリコレのカリウサスを使ってる方もね、少し増えてるかなと思いますけども、マドリードを爆乗せたりしてね。そこはもう浮き玉は比較的抜けますし、あとは、ヘルナンデスはね、浮き玉で打てば、比較的やっぱりこちらも、確率上は勝っているというケースが多いかなと。なので、まあ、個人的にはナトゥレーザはだいぶ使って、活躍してくれて、これはいいなと思ってます。ランクマだと、でも、やっぱりシュートでね、ブロック選択されてもブロックキラーですよね。比較的抜けるので、ディフェンス、ただあれなんだよな。そうやってて、これ話ちょっと変わっちゃうんですけども、DCS が特に多いんですけども、全般的にシュートかすられる、こすられるのがね、非常に多くて、ね、ゲージ上は 100% で、相手ノーマルブロックとかでも、すげえこするなっていうのがあって、で、こすると極端に威力減るじゃないですか。だそれでね、全然シュート入らないっていうのはね、これも頻発していて、いや、なんだろうっていうぐらい、ほんと擦りが多いなと。はい。で、まあ話戻しますと、相手がね、ブロック必殺技選択されていても、比較的、ブロックキラーがあることによって、そこはね、パッと抜けてくれたりもするので、そうするとキーパーまで届くと、ゲージ上はね、まあ 30% 台、まあ25から30半ばぐらい、の確率っていうのが結構多くはなっちゃいますけども、ただ個人的な感覚で言うと、25からまあ30半ばぐらいの、ね、そこのレンジでも、割と入るんですよね。まあ失点ももちろんそれで多いんですけども、まあ入れるケースっていうのも結構あったりするんで、はい。まあ、ナトゥレーザーは本当に、今回のネクストドリームのキャラの中では、まあ個人的には満足して使ってます。はい。まあね、ここ、まあ浮き玉でね、やっぱり放り込んでとりあえずシュートまで持っていけるっていうところは、まあ、シュート入んなくてもね、最悪スタミナもね、削ったりすることもできますし、そこは役立つなというところですね。まあ浮き玉、うん。地上シュートはやっぱり物足んなさはなくはないですけどね。まあ3ターン入れてフルメタルファントムとか詰めるといいんですけども、ちょっと相棒にできる3ターン、入れる枠もないので、はい、こんな感じでやってます。ワンツー積みたいなとも思ったりもしたんですけどね。はい、あ。まあ、浮き玉でこうパスと2択迫れたりもするので、最悪こう、ね、それもありかなと思ってパスにしちゃってますけども、こうエリアの外ギリギリでね、ボール持ってマッチされた時に、そこでこう抜け出して、ピョンしてっていうのが、まあ、この構成、技構成だとできないので、まあ、そこだけちょっとね、どうしようっていうのはありますけども、はい。一旦こんな感じで、DCS からは、ね、3ラウンドはやってます。はい。まあ、絆53、耐性10。まあ、デバフゴリゴリでこらえちゃうと今これはきついです、正直。はい。やっぱり葵くんのね、ゴリ押しに結構やられてます。はい。そんなところで、です。あとは、そっか、DCS の方もあと2日で終わって、対抗戦も2日で終わって、メダル集めはあと1週間。金曜から何が始まるんでしょうか？どうでしょう？メダル集め、でもタイムアタックはやった？タイムアタック？ワーチャレ。その辺、ワーチャレ今月来てない？ですかね。この辺があるのかな。はい。タイムアタック。タイムアタックも、
ね、いい加減新しいの出してくれないと、もうね、復刻で、ね、ネタが尽きちゃってるのか、開発してますから、もう1年ぐらい経ってる気がするんでね、ちょっとその辺も、ね、新キャラ、どんどん出していくのもいいんですけども、やっぱタイムアタックっていうところのね、報酬非常に楽しみ、期待してる方も多いと思いますんでね、そういうの辺も、はい、進めてほしいなと思っております。はい。そんなところで、本日は以上で終了したいと思いますが、また水曜日なんでね、16時回ってお知らせ、あとは、まあ最近ディスコードがちょっと内容としては乏しいのはあるんですけども、まあそこで新しい情報ありましたら、読み上げの方もさせていただければと思っております。はい。というところで、この時間は終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。